ははい皆さんこんこにちはジョーですょう、えー、も仮想通貨マーケットに関しましては、非常に底堅く推移をしておりまして、えー、ビットコイン、そしてイーサリアムについてはそんなに大きな動きはなかったんですけれども、結構いろんな多岐にわたるアルトコインがどん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 ,どん上がってきていると、まあ、つまり、えー、ビットコイン、イーサリアムがまあ今、お休みしている間にまあそこで得た利益をまあどん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 みんな他のトークン、草コインに対して資金を入れて、まあ、それはパンプされているというような感じで、 あんなな感じになっていますであんまりこういうような形になってどん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 わけが分かんないようなアルトコインまで上がってくると、まあ、ちょっとこの上昇のまあ終焉が見えてくるんじゃないかななんていうような感じもあるので、まあ、少し嫌な感じは若干ちょっとあるかなというふうに思っています。まあ、とはいえですねビットコインイーサレムがそんな大きな下落を、まあ、しかもこの週末のリクリティが薄いタイミングで していないということもあってまだまだ継続的なビットコインへの資金の流入イーサリアムの資金の流入というところがついていくのではないかなというふうに僕は思ってますで、今現在のビットコインのレベル感というのをちょっと見ていきましょう現在ビットコインは22,800ドル近辺となっておりますで、直近はですね23,400ぐらいですかねまで上がっていたというような形となっておりますで、一応イーサーに関しても見ていきたいと思いますが こちらもまあ同様な形で今日は動いていますがこちらはですね高値1万すみません1680度ぐらいまで上昇をしてきていますでここからですねまだまだ引き続き非常に上値が、まあ、どこまでトライするかっていうようなです、ね、探り合いの中上昇していくと思うんですけれども、まあ、やっぱり基本的には中心に出ているフローとしてはショートカバーだと思うんですよねなので そのショートカバーがどこまで続くのかというところが一つの大きなポイントにはなってくるかと思うんですが、まあ、あとはそういったところを見ていく中で後ほどですねオンチェーンのデータもちょっと見ていきたいと思いますので最後の方まで動画をご覧いただけると嬉しいなというふうに思っています、はい、で仮想通貨のニュースを見ていく前にマクロ関連のニュースで気になるポイントがあったのでちょっとご紹介をしたいと思います、はい、でこちらの記事見ていただきたいんですが ウォーーールルストリートリジャーナルのニックさんが書いた記事になっているんですけれどもここで書かれているのは次の FOMC ちょっと皆さんに日程を間違えてお伝えしてしまっていましたが今週ではなくて来週ですねの2月1日に FOMC があるんですけれどもどうなったら今後フェットはですは利上げを止めるのかということを議論していく中で今後見ていかなきゃいけないのはこのレーバーのデマンドつまり 雇用ですよね雇用の数値プラスあとは支出そしてインフレがどれぐらい弱く成長してきたらもしくは失業率が上がってきたら今後利上げを止めるのかもしくは利下げを始めるのかっていうのが結構マーケットの焦点として注目をされるんじゃないかというふうに書いてますね。 はい、こちらも見ていただきたいんですけれども先週です、ね、クリストファー・ウォラーさんというフェットの関係者のコメントがあったんですけれどももうですで、ね、に今フェットは、えー、利上げをです、ね、ある程度緩める、えー、もしくはポーズするぐらいの、えー、明確なです、ね、インフレが収まってきている、えーまあ、証拠みたいなものが、まあ、ありますよというふうに言ってきてるんですよね。で先週かからら少しずつ少ししずずつつ、えー、的なコメメンントがイだったフェットから 波動的なコメントが少しずつ出てきているというのは、まあ、非常にマーケットが、えーまあ、アップサイドに対して期待を抱いている、まあ、強い大きな理由の一つになっているんじゃないかなというふうに思っています。で続いてなんですけれども、はい、こちらにもあります通り「They are unlikely to provide precise guidance because coming decision will depend heavily on new data about the economy」というふうに書いてあるんですが次の FOMC では、えー、おそらく何も明確な今後の支援については 提示されないでしょうというふうに言っています。つまり、今後の経済指標だったりとかそういったものを見て決めていくので、マーケットが期待しているような何かしらのフォワードガイダンスというふうに言われるようなものだったりとか、こうなったらこうしますよ、こうだったらこうしますよみたいな指針は出ないでしょうということが書かれています。でもう一つ見ておきたいのが、Sunhub Alls を suggest だと、even if they hold r a t e steady this summer。 もしこの夏のタイミングで金利をですねまああのホールドもしくは一定に抑えていたとしても「they will indicate they remain more likely to lift rates than to cut 全部」って書いてあるんですが今後場合によってはさらに上げていく可能性もありますよということを常に示唆しておくでしょうとつまりマーケットは今 利下げとといいうところを織り込んでまますすがその方向は間違ってますよどちらかというと金利を下げるリスクよりも金利を上げていくリスクの方が今のマーケットコンディションを見るとありますよということを f e d は提示するでしょうということがこちらに記載されています。でもう一個見ておきたいポイントとして「How long does it take for the full effects of the f e d rate rise to influence hiring and overall economy demand?」って書いてあるんですけれども、まあ、ここは 今の状況を見て2つ質問がありますというふうに書いてあるんですがここで言われているのは f e d がこれまで利上げをしてきた最終的なまあ効果みたいなものがえとですねまあ全体的な経済そしてえまあのハイアリングつまり雇用ですねこういったところに対してどれぐらい本当にインパクトが出てくるまでどれぐらいの時間がかかるんだということが1つクエスチョンとして もう一つは「h o で m う c h could inflation slow due to other factors such as aging supply chain bottleneck or lower cost of fuel and other commodities」と書いてあるんですけれどもコモディティの下落ですとか、まあ、あとはサプライチェーンの、まあ、今非常にあのボトルネックっていうのはまあ最終的にそのスローダウンさせる最もあの原因となっているポイントなんですけれども、まあ、そういったところが解消されたとしたらどれぐらい本当に インフレって低下するののかっていううがもう一つ注目のポイントににななるんじゃいいかとううふうに言われていますつまり例えばですよ中国がもう完全に前と同じような活発な経済活動ができるようになった場合物資がもっともっと、まあ、物資というか物がもっともっと提供されるようになりますよね。でそれが本当に物価の下落要因になるのかもしくはなるとしてもどれぐらい下落要因になるのかっていうのが今後注目のポイントになるんじゃないかというふうに 言われていますおそらくこれらの内容がリークかどうかっていうのは別としても、まあ、マーケットが f e d の FMC での質問ですとかそういったところを見ていく上で、まあ、かなりの指針になるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、こういったところのポイントはしっかり押さえておくと FMC を占っていく上で非常にある程度明確な自分たちの,その見ておきたいポイントなんかっていうのが非常に分かりやすくなるんじゃないかなというふうに思っています。 はいでここから仮想通貨の関連ニュース見ていきましょうでまずビットコインがですねここ最近非常に大きく上がってますよということが、まあ、あの当たり前のように見て取れるんですけれどもここの中で言われているのが、まあまりにもですねビットコインが短期的に上がりすぎているんじゃないかということが注目のポイントになっていますでこれがですね今冷やしの RSI なんですけれどもものすごく急激に今上がってきてるんですよねでこれっていうのはえっ、ー、とですね2019年の えまあバブルが非常にまあ崩壊というかですねそこからまた戻ってくるぐらいのタイミングの時にまあ起こったえまあちょうどまあ騙し上げみたいなところだったんですかねあの一旦あったんですけれどもまあそこがえ似たようなあの RSI の形状になっているということでえこの上昇が本当続くかどうかっていうのはまあ疑問だよねというようなまあ記事になっていますとでえ僕がまあこの記事を見てというか今のマーケットで思っているのは これが騙し上げなのかどうかっていうのは正直あんまりそんな重要なんじゃないと僕は思っていてこの上昇に乗っかっていこうというかこの上昇で焦ってやっぱ買っていく必要っていうのは僕はないとそもそも思ってるんですね。というのもまだ今っていうのは騙し上げがどうかはどっちか分かんないね急激に上がっちゃって買おうかどうかみたいな感じになってると思うんですけれどもブルーマーケットが来てもこれっていうのは仮想通貨だけじゃなくて株もそうだと思うんですけれども まあ明確なトレンドの転換っていうのが、えー、来てからでも買っても全然遅くないと思うんですよね毎回毎回なので今焦って買うっていうよりもコツ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 買っているようであれば、まあ、そのアクティビティをこれまでと同じように継続していくですとかもしくはもう今のタイミングで、えー、コツ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 、えー、まあ本当に多くまあ一年一年間 で買おうと思っている分をまあ一月に1回とか、まあ、1週間に一回とか毎日でもいいんですけども、まあ、そういった形でポジションを積み増し始めるみたいなことを、まあ、やってもいいのかなっていうぐらいで、まあ、やっぱりこの上昇に、まあ、焦って乗っていこうみたいな感じよりも、まあ、しっかりと明確な自分の投資の方針みたいなものを、まあ、ある程度持っていろんだ方がいいんじゃないかなというふうに僕は思ってます。 で僕もですね今ビットコインはコツコツ買っていきますよっていうふうに言っているとこからもちろんあの継続的には買っているんですけれども、まあ、この上昇に伴って買う量を増やしたりとかっていうのは、まあ、一切せずにまだ今後どうなるか分かりませんし、まあ、先ほど紹介したエフェットの発言とかっていうのもいろいろ出てくると、まあ、もうろん下げてくる可能性もなけにしもあらずだと思うので、まあ、あの焦って、えー、ポジションを積み上げて、えー、自分のその 取れるリスク以上のものを取るっていうのもちょっと危ないかなというふうに思うので、まあ、焦らずにしっかりとポジションを作っていくということをやっていきたいなと思っていますはいで続いてなんですけれども今ですねイーサがザマージンのイベントが起こってからですね4.6ビリオンのイーサネ e m がもうバーンされてますよということが一応記事になってますで他のところもですね見ておきたいポイントとしてこちらにもあるん,て思うんですけれどもこちらですね、はい、で過去 一週間のですね、まあイーサのバーン、まあ焼却がですね、千一万六千三百六十四イーサー燃やしていると、まあつまり一分あたりまあ一点六二イーサー分燃えてますよ。今どん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 サプライがですね減っているというような状況になっていますと。で、かつこちらを見ていただければ分かる通り、まあ今後二年間ですね、どん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 ,どん供給が 下がっていくような形で今予想をされているので今後はですねデフレのトークンとしてイーサリアムはえまあ活動するというかですね扱われていくんじゃないかというふうにえまあ今予想がされていますと。ビットコイインでですすらえサプライというのは一定ですよねにもかかわらずこれがマイナスになっていくようであればものすごく強いファンダメンタルにイーサリアムにとってはなる可能性があると思うのでこの辺りはしっかりと見ておきたいポイントにはなるんじゃないかなと思っています。 そんな中ですね先日アメリカの政府がですね一部小さい取引所に対してもろもろの制裁だったりとか運営者の逮捕とかっていうのをしていましたけれどもその中で大きく注目をされていたのがランサムウェアを使っての攻撃そしてそこからお金を徴収するっていう一連の流れだと思うんですがそれがですねかなりマネーロンダリングにつながっているという話がありましたけれどもそのランサムウェア に支払いをする。まあ額っていうのがまかなり2022年の後半にかけてはますごく減ってきていますよ。というようなことがま記事になっていますと。とでこれの大きな一つの理由として言われているのがランサムウェアにですね。感染して自分のパソコンが動かなくなったとしても、そこの要求されたお金を払う人っていうのがま今ものすごく減っているらしいんですよね。なので、ランサムウェアをあの通じてというか使っての。 攻撃の数自体は増えている一方で、犯罪者の人たちがそれから徴収できるお金っていうのがどん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 減っていると、まあ、これ面白いポイントにはなっているんじゃないかなというもんですが、まあ一応そういったランサムウェアに対しての対応の方法がまああのこういうふうに出てきていて、まあ実際に新しくパソコンを買い直したりとかしている人がま多いのかもしれませんが、まあ、自分が持っている何かクリットとかを送るよりもまこういった対応の方が いいいみたたに思う人たちが増えているということですねでこれが今後ランサムウェアを使っての,、えーまあ、あのハッキングといいますかそのお金を、えーまあ、取るという手法が、まあ、減ってくることにつながるかどうかっていうのは正直分かんないんですけれども、まあ、こういったランサムウェアの攻撃に対して、まあ、お金がなかなか流れなくなっているっていうのは、まあ、一つ悪くない傾向なんではないかなというふうに思います。 はい、でここからですね、えーまあ、ちょっと簡単になんですけれども、皆さんにご紹介をしたいオンチェーンのデータがありますので、えー、見ていきましょうで。まず見ていただきたいのは、これ、ビットコインのです、ねえー、先物の,の取引ボリュームなんですけれども、えー、今年に入って大体1週目の後半か白、2週目ぐらいですかね、からボリュームがかなり出始めてますと、でプラス、えー、こちらですね、あのポジションの積み上がり方なんですけれども、まあ、結構大きく、どん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 積み上がっています。でそのの中での インタレストレートじゃなくてファンディングレートに関してはずっとポジティブなので回線高で先物ベースでは大きく入っていますであともう1個面白いなと思ったのがこれがですねロングのリクイデーションが出てるかどうかなんですけれどもロングのリクイデーションが結構出てるんですよねつまり大きくバーンと上がるタイミングでそれでしっかりとリグイが行われてまた上がるタイミングでまあ、しっかりとリグイが行われるみたいな感じで 一辺等で行われているっていうよりもまあやっぱりみんなビク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 しながらえまあ上がってはちょっと打って上がってはちょっと打ってみたいなことがえ常に行われているような今状況にえありますと。でまあそんな中えちょっと面白いなと思ったのがえっとこれ現物のえ人たちのホドルウェーブなんですけれどもえっと短期の人たちが持ってる量っていうのが。 えそんんなな上がってないんですよ、ね、これ短期の人たちっていうのはどういうふうに見るかっていうと、えー、例えばこの一番濃いピンクから2番目のやつっていうのは24時間もしくは1日から1週間持っている人たちがどれぐらいの割合世の中にいるかっていうことなんですけれども、まあ、そんなに大きく増えてないじゃないですかつまり現物のマーケットで大きく買って動いているっていうよりも先物ベース主導で今マーケットが動いているということですね。つまりスペキュレーションいわゆるその比較的陶器的な あの投資筋が今入ってきているというのが、まあ、こういったところを見ても、えー、分かるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、あともう一個面白いのは、えー、さっきですねあのレバレッジを使って、えー、先物を取引する人たちの縦玉っていうのがどん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 増えているというふうにチャートご紹介しましたけれども全体的なレバレッジのレシオでいうと今下がっているんですよね。つまり現物物のののマーケットに対してどれぐらいの先物の 市場でで縦玉があるかというようよなな計算方式なので現物がどん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 上がっていく中でそれの促進率に対して縦玉の積み上がりっていうのが全然間に合ってないと。でそんな中皆さんとよく一緒に見るこのベースつまり現物の価格と3ヶ月先の先物の,の価格差の,この差分ですねこれがどん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 プラスになっていってます。つまり先物の,の方でで非常に強い,買い需要がマーケットでは 出ていますがレバレッジレシオを見てみると、まあ、そんなに大きくレバレッジが積み上がっているっていうわけでは全然ないというのが分かりますよね。なので比較的まだまだ小さいボリューム感でボーンと上がってはリグってボーンと上がってはリグってみたいな感じが行われているので本格的なリスクマーケットのマネーがビットコインのマーケットおよび仮想通貨のマーケットに流れ込んできているっていう感じではまだ正直はないと思うんですね。なのでまだまだだ 気が抜けないって言ったらおかしいかもしれませんが、まあ、本格的なバブルは来ていないと思いますし、まあ、これからもっともっとお金がどん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 流入してくると思うので、まあ、そういったものがある程度確認できてからでも、まあ、本格的な資金の投入っていうのはしてもいいのではないかなという,ふうに僕は思います。はい、まあ、他のチャートとかを見てみても、これがですねオプションの取引ボリューム、そしてこれがオプションの縦曲になっているんですが、もうオプションマーケットで コールオプションを中心に買う人たちが今増えているでこのチャートがどん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 下に行くにつれてコールオプション優勢の今マーケット環境ですよっていうなのが現れているんですけれども、まあ、これを見てもやっぱりコールオプションの方が買われている、まあ、方向に傾いているということで、まあ、やっぱりマーケットは、まあ、オプションですとか先物を使ってアップサイドを取りに行く人たちが非常に増えているというような、まあ、今の分析になるんではないかなというふうに思っています。はいということで皆さんいかがでしたでしょうか 仮想通貨のマーケット少しずつ少しずつリスクマーケットリスクマネーがマーケットに戻り始めているというのはこういったところを見てもわかるかなと思いますで今やっぱりですねリスク取りたいけどどうしようかなというふうに考えている人も非常に多いと思うんですよね。でそんな中やっぱり皆さんに使っていただきたいのが概覧の方にもありますズム X の。 えー、入金キャンンペーンとかあるじゃないですかあれっていうのは皆さんが入金したお金が減るよりも先にもらったボーナスの方が減るんですよねなのでそういったもらったボーナスで例えば今ちょっとリスク取ってみたいなというふうに思ってったのであれば、えー、まあそういったボーナスの資金を原資として例え,ば例えばアップサイドを狙ってみるとか、まあ、今ちょっと変わりすぎなんじゃないかと思えばそこからショートを狙えばいいですし、まあ、自分のお金をそんなに使うことなくしっかりとリスクを取れるような まあ今、キャンペーンとかもあるので、まあ、そういったのはやっぱり本当に使っていただくことで、自分の資金を、まあ、資産を効率よく運用していたりとか、まあ、リスクをそんなに取ることなく、資産運用ができるので、ぜひご利用いただければなと思っております。はいということで、皆さん、今日も動画、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。